こんにちは。こんにちは。タツとナタチヌです。今回は僕たち、日本とドイツの国際夫婦なんですけど、結婚するまでにドイツと日本で遠距離恋愛を多分トータルで1年半ぐらいしてました。うん、で、まあ、今回は私たちの遠距離恋愛をどう過ごしてきたかとかのお話をしていきたいと思います。はい、多分よく遠距離恋愛になるとどれぐらいの頻度で連絡取り合ってたとか多分気になると思うんですけど、うん、自分たちの場合は、まあ、時差もあったので連絡できる時にするみたいな感じかな、うん、時差あっても私たちはいつも私たちのために時間作りましたね。いつも毎日、うんうん、毎日一応できる時に連絡取り合うみたいなスタンスで、特にそんなにあれかな、あんまメッセージってよりも電話の方が多かったかな。うん、私たちはなんかいつも電話だけしましたね、うん、はい、あまりメッセージはまあなんか忙しい時にとかでも大体いつも電話してました。多分メッセージってその感情表現とか受け取り方によっては冷たく感じたりとかすると思うんですけど、電話だったら、まあ、特に今ビデオ電話あるんでビデオ電話だったらね、ちゃんと顔見て話せるんでってのもあって多分ビデオ電話をしてましたね、うん、よく国際カップルっていう関係を築いてる人って多分たくさんいると思うんだけど、寂しさとかを、寂しくなったりするじゃん、寂しさとかをこう紛らわすっていうか、どうやってその悲しい中でも関係を続けれるかとかって多分結構気になると思うんだよ。うん、どうもそこ私たちは悲しかった、まあなんか悲しいことはなんかちょっと抱き合う時になんかそばにいたい時にそれはもちろん寂しくなりますね。でもそれ以外いいものなんで私たちはでき、まあ私たちの場合でなんでできたのはいつもいっぱい話していました。本当の電話、ビデオ電話でもと全てについていつもなんか一日、うん、涙の悲しいさこと嬉しいさこともといつも未来についても話していましたね。確かにいつもまあ、自分たちが多分自然にやってたことはその自分たち その日常の出来事とか気持ちを多分シェアしてたよね、はい、共有してて、例えば一日なんていうかな、明日何々するとか今日何々があったとか気持ちの面とか、うん、結構シェアすることで結構そういうメンタルの安定とかはあったかもしれないね、うん、そうだね。なんか最初の 2,3 ヶ月ぐらいはこう遠距離恋愛してる中でも時差とかでこのルーティーンがなくて結構、うん、時間合わせるのが多分お互いに大変だったんですけど、うん、その時差に慣れてくるとだいたい何時に起きて何時に寝るかとか、うん、生活リズムもなんかお互いに合わせれるようになってくるんで、なんかそこでねお互いに調整して、うん、なんか私たちの日の中ではなんかいつかどこで時間たつのために私たちのために時間がありますと、その時間を作りましたね、うん、それと他の YouTube チャンネルとインターネットでもちょっと探していました。どうやって遠い関係した方がいいとか、みんなのおすすめは例えば一緒にイベントをした方がいい、一緒に料理とか一緒に映画見たとか、うん、なんか一緒に料理あまりできなかったのでちょっとこれは時差で本当に時差でご飯食べる時間が違うからあまり料理はできなかったんですけど、一緒になんかロマンチックなディナー作って一緒に食べながらなんか話すとかこれはできなかったでもそうでも料理はできなかったんですけど、例えば一緒に映画見たりとかね、はい、なんか距離離れてるんですけど Netflix で同じ映画を見て、
でなんか同じ映画を見た後にその映画について話したりとか、はい、あとタイタニック見たね。あと自分たちがやったのは一緒にトレーニングもしたね。一緒にオンラインなんかビデオ電話で一緒にトレーニングして、まあ、なんかとにかく同じことをして離れてても同じことをしてなんかシェアをするみたいな、うん、いろんなことを共有していくみたいな風にやってたね、うん、はい、しました。まあ、でもあと結構大事だと思ったのがお互いに違うタイムゾーンにいるじゃん、まあ、時差あってね、はいはいはい、なんでやっぱお互いのその時間を尊重してる、尊敬してるみたいな。ああはい、なんか今仕事中のでなんか今邪魔できないよ、電話できないよ、だから返事が来ないとか、これ分かりました、うん、そう、まあ、それもストレスフリーで関係を続けるのに大事かなって思いますけどね、はいはい、結構こうお互いの忙しい時もあるし、はい、なんかしたいこともあるし、はい、でそれをやっぱ邪魔するとそれはそれでストレスになるじゃん。ストレスになってとだんだんなんかこの悪い考えが行いますと思いますね。そうそうそう、なかったです、ね、うん、それも大事かなって、それも良かったと思う。はい、なんかお互いにその時間を尊敬してたみたいな、時間をリスペクトして、なんでお互いのやりたいこととか忙しいこととか全部理解して、あ、明日の用事とかね、いつも言ってました、あ、明日これそれあれしますので。確かにそれ大事かな、先に予定を言う、はい、とかもね、大事。なんか、あ、明日なんか友達と会います、明日ここに行きます、これ行ったら、あ、はい、じゃあ分かりました、それと楽しんでくださいとか。昔と比べて今って国際カップル、なんていうかな、国際恋愛も結構普通にできるっていうか、昔までってこんだけインターネットもなかったんで、なかなかコミュニケーション取ったり心配事もたくさん増えてたと思うんですけど、今ってこうメールもできるし、ビデオ電話もできるし、だからいろんなものでこう身近に感じれることが結構多いんで、写真とかすぐに見えます。そうそう、写真も送ったりね、動画も送ったりして、イメージできる、昔インターネット ない時にみんな手紙書いて、手紙を送って、 それもでもロマンチックでいいけどね。ロマンチック、そうですね。でもたまにね、クリスマスの時とかは手紙送り合ったりもしてたね。はい、誕生日とクリスマスになんかプレゼントをお互い送りました。そう、手紙も書きました。やっぱなんかいつも電話してても手紙になるとやっぱちょっと嬉しいよね、うん、違うし、なんかこういう誕生日とかクリスマスのイベントの時に手紙と、あとなんか例えば日本のお菓子とかドイツのお菓子とかを交換、プレゼント交換するみたいな感じでね、うんうん、日本とドイツは結構遠いので、ちょっと手紙とパケットは高いので、だからあまり多い量できませんでしたけど、それでも誕生日とクリスマスとか、うん、特別な時はね、うん、特別な時は。遠距離恋愛中に会ったのって多分2回かな。ん？何よ？遠距離、遠い関係の時に会ったのって2回だけかな、日本に1回来て。ああ、まず夏の時に、あ、まず結婚したら、春に結婚して、私はこれで日本に行けるようになって日本に行きましたね、1回会いました。その次は達は夏の時にドイツに来ました、2回。そうだね、まあ、コロナ禍っていうのもあったんで、うん、結婚しないとその入国できなかったんですよ、うん、家族じゃなかったので、家族だけしか日本に入国できなかったんで、うん、とりあえず結婚手続きが、まあ、すごい時間かかったんですけど終わって、で家族になることできたんで、4月一旦日本に
来てどれぐらいかな、うん、3週間ぐらいか、うん、私は楽器休みあったのでこの、うん、1ヶ月間の楽器休みの時に、そうね、で、うん、その後に夏ぐらいに結婚したので一度ちょっと向こうのドイツの家族とかお母さんにも挨拶したいなと思って、で意を決してドイツに行きました。なんか一回でも私のままとまだ本当に会えませんでしたね。そう、まだ一回も会ったことなくて、で結婚した時のその挨拶が一番最初に会った日になるんですけど、うん、まあその前にもちろんなんかビデオで話しましたけど、ちょっとね、でもその一番最初に会うのが結婚した後だったんで、すごい家の前に着いた瞬間に緊張しましたよね。本当？緊張するでしょ。知りませんでした。はい、緊張して、まあでも会ったらすごい優しくしてくれたので、ですごい温かい家族で良かったです。良かった。うん、みんなオープンな感じでね、すごい良かったです。うん、まあなんか多分自分たちが遠距離恋愛してる時ってすごい。ウイルスの蔓延もあって、で戦争とかも起きてすごい複雑な状況にあったんですけど、多分なんかうまく乗り越えれたのってきっとこのいろんなものをこのインターネットを通じて共有シェアしたからかなと思って、いろんなことをねシェアしたので、まあ、安心感をこう得れて、でうまく乗り越えれたのかなと自分は勝手に思ってます。この理由で私たちは多分この遠い関係を乗り越えました。うん、と本当を愛してたと思いますので、ダンケ見てそっか、まあこれは本当なんかこの人と本当にいりたいので、なんか本当になんかもうちょっと引っ越しするので結婚のために頑張ります。このうん、そうね、なんかお互いに多分好きならお互いのことをこう尊重し合うのがベストだと自分は思うんで、やりたいことはやって忙しいのも理解するとか、その上でしっかり相手に伝えるとか、あといろんなことを共有するとかが大事なのかなって思います。うん、今でも遠い関係じゃないですけど同じでしょ。うん、そこは変わらないかな。変わりませんでしたね。うん、まあ、今回は今までどうやって遠距離国際恋愛を乗り越えたのかという話題でお話をしてみました。はい、終わります。じゃあまたね。またね。